ジンバブエ共和国内の主な高校遺跡の一図。上遺跡群は、ジンバブエの標高1000メートルのジンバブエ高原の西部、ブラワヨ近郊にある、石像遺跡群。上遺跡群国立記念物とも。15世紀中央に、トルワ王国の首都となり、15世紀中央から17世紀頃まで機能していた。建造物は、花崗岩を、 脳型体に切り出して交互に積み重ねている。建物の壁の上部には、チェッカー板のように空間を開けたり、色の異なる石材を用いて装飾にしている。遺跡が街として繁栄した時期は、放射性炭素年代測定と出土品から推察された。中国産の政治や白磁、ポルトガル、ドイツ、北、アフリカ産の陶磁器、17世紀に、 ポルトガルで焼かれた中国産陶磁器の模倣品、スペイン産の皿が確認されている。石造建築、金製品や銀製品はグレートジンバブエのものよりも加工技術が発展している様子がうかがわれた。1986年世界遺産に登録された。紙遺跡の東側の廃墟。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。